everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。番組名旧名古屋は FM 宜野湾がある宜野湾市旧名と名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。はい。失礼しました。MC は、去年はミュージックソンを見て、見れたなと思っていた味噌煮込みスキーと。今日はね、クリスマスイブだよ。ここでね、喋ってる場合じゃないんだけどね。本当だよね。滑り王子、マスクマンでございます。メリークリスマスと言いたいところですが、今日はクリスマスケーキをいただいていないダンサーズでございます。あれ、イブは、あれですよね、はい。はい。切り替わるときにみんな食べるのかな、あの、12時とか。で、クリスマスに変わってからなんですかね。イブで食べるんですかね。いや、どうでしょうね。結構みんなイブで食べてますよね。今朝のですね、某くもち局の、なんとか愛という番組なんですけど、はい、そこでやってたところのお話ですけども、このクリスマスイブというのは、クリスマスを楽しむための前日なんですけども、正式には日没から始まるそうですね。あ、そうなんですか。はい。で、日没から、日が上がって、またその日没。なるほど。うん。はいはい、ではではでは、イブですけれども、今週のテーマは2019年。はい。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして、名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からです。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールをご紹介する時間でございますね。なんかイブなのに低めですね、テンション。ねえ、そういう雰囲気になりたいんだけどね。うん、なかなか、まだテンションが上がってこないんですよね。多分ね、ラジオ聞いてるみんなはね、ね、大事な人とラブラブしながら聞いてるかもしれないんだけどな。いや、ラブラブしてる人、まずこの番組聞かないんじゃないかな。残念。はい、どうぞメール。はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕する、銭形警部です。キウナゴヤを聞かない者は、逮捕だ、フーチクチャーン。いつかは逮捕していただきたいですね。そうですね。はい。はい、今週のテーマ、2019年です。はい。今年の年始めは、五穀神社に行き、おみくじを引いたら、過去にないほどすべてよしの大吉で、
人知れず努力をやって今まで以上に良くなるはずだと思ったのですが、10月後半に災難ごとや理不尽な目に襲ってしまい、そのため精神的にも金銭的にも窮地の状態になっています。あら大変ですね。放送で公表できないため、ダンサンさんのメールにて詳細を お教えします。今年もいろいろとお世話になり本当にありがとうございました。残り少ない今年ですが良いお年を迎えてください。来年もよろしくお願いいたします。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。またメールにて参加します。ちゃんと採用しましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか銭形警部なんか大変なことになってみたいです ね。でも結局詳細分からなかったですけど、そうですね、ダンサーズの方にメールがあるそうですまあ、で波電波に乗せられないってことかな、はい、はい、では次いきますね。はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑り王子のマスクマン、内縄からチャービラ祭、沖縄から浦添のしんちゃんデビル。今週のテーマ令和元年2019年ですか。2019年前半は当たり障らずでしたが、後半から神さんが風呂場でずっこけて腰の骨を複雑骨折して入院したり、今も現在子供が入院して大変だけど、たくさんのラジオリスナーさんたちに励まされたから気持ちも軽くなりましたね。さらば2019年ありがとう。メンソーレ2020年と言いたいですね。泡盛り塞がりながら聞いてるよ。また来年だね。キユ名古屋の皆さん、今年は大変お世話になりました。来年もお世話になります。ゆたしくね。追伸、本日クリスマスイブの日に37回目の結婚記念日を迎えました。メッセージをくれた皆さんありがとう。いや、おめでとうございます。ございます。今日ね、番、くもじの番組で紹介されてましたけれども、エミ姫さんが自称38歳って言ってまして、そして37回目の結婚記念日で、あれ、計算が、1歳で結婚してるっていう話題で、あの、くもじの曲で盛り上がってました。あのね、よくな、あれ、あの、あるじゃないですか。あの、生まれた時から、こう、いい名付けになってるとかね。ああ、そう、でもね、実は本当に、エミさんが、その話をちょっと SNS に上げてて、なるほどと思いました。で、あのね、エミ姫さん、腰の骨をちょっと骨折して、心配したんですけれども、思ったより回復も、なんか早くて、なんか、ね、あの、結構治療が長引くのかなと思ったら順調に回復してよかったなって思って、お大事にしてください、ね、お大事にしてください。はい、はいはい、続いてですね、みそさん、ダンさん、令和になっても滑りまくりの卵、あ、間違えてるね王子なんだなこんばんは、今日から正月まで働きっぱなしの沖縄チュールです。あら大変ですね。大変だ。あ、そうか、忙しいですもんね。さて、2019年は首里城火災の出来事などいろいろありましたが、私としてはやはり何と言っても平成から令和に変わっての元号またぎで沖縄に帰省したのが一番の思い出でしょうかね。帰省です、ごめんなさい、帰省したのが一番の思い出でしょうかね。また間違い、単に弱い。シフトが直前に出てきたので飛行機のチケットは高かったのでしたが、親の元気な顔を見る限りとしてはそれ以上のプライスだと感じています。だが令和最初の5月1日、沖縄はまさかの土砂降り、雨に降られてはどうしようもないので宜野湾の天然温泉施設でゆったりと新元号初日の癒しを堪能しました。では名古屋の皆さん、どうぞ良いお年をお迎えください。決して年をお取りくださいではありませんよ。私だって新年3日目に50の大台になるので、また一つ年を取りますけど。あ、ということはですね、はい、3日生まれってことです。3日ですね。は、ね、あの王子たちと近い、あんまり邪魔さかったかな。王子はね、あの、エミーと一緒ですからね。あの、ずっとこう、20代前半をね、貫いてるんですけどね。永遠の何歳？え？あのね、永遠の何歳って言えないんですよね。その時その時に変わるからね。はい、続きまして。ラジオネームはモーラさんです。
ありがとうございます。こんばんは、お三方お疲れ様です。今日のテーマ、2019年。私にとって令和元年は書類を作るのに難儀な年でした。平成になっている年月日を全部令和に変えないといけないで、無数にある平成を変えるには一苦労でした。2019年は充実した年で楽しいエンジョイした年でした。皆さんもエンジョイした年ではなかったでしょうか。今年最後の放送ですね。また来年もよろしくお願いします。いいクリスマスイブを。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、書類どうでした？ま、王子、書類書き直しました？書類？令和に年号を変え、あのね、王子の場合はね、ちゃんとね、羊がいますからね、王子何にもやらなくても大丈夫なの。いいですね、優秀な羊がこう書き直してくれる。まあそうなんだけどね、たまに忘れてますけどね。うん。ただね、皆さんね、羊って言ってもね、ウィーっていう羊じゃございませんよ。ふざけるなー！みんなわかってるよね。言うと思った。そう、やっぱり書類結構最初は令和のゴム印を一生懸命押しました。でもね、王子はね、よくね、羊が持ってくるんですよね。王子直してくださいって日本戦でね、平成からね、令和にね、いつも書いね、書き直してるんですけどね、もう本当にアナログチックなね、感じでね、仕事してます。ふざけるなー！ツイキャスで来ています。セクシーキリカブの海遊さん、2019年。いやー、2019年は洋服と肉にお金を使いまくった年でした。あとはラジオ絡みたくさん遊んだな。来年はまた沖縄行きまーす。ということで、海遊さんいつもすごいおしゃれな服をオーダーメイドして、それを写真に上げてるんですけど、絶対高いだろうなと思って。あ、そうなんです。すごいですね。そう、なんかイベントがあるたびに服を新調してるんですよ。あれ、オーダーメイドなんですか？ね、すごい。ね、きっとそうだと思います。海遊さんにサイズぴったりだからきっとオーダーメイドだなと思って。そうですね。ね。ということで、はい、ツイキャスまだまだ来てますね。はい、おがちからもちさん、あ、こんばんは、メリークリスマスイブ。青森からツイキャス見てます。で、ミネラルミラクルさん、職場で一人、キユ名古屋聞いています。イブなのに。大丈夫かな、この、ミネラルさん。滑りトーク、一人で。ねえ、ねえ、仕事がね、はかどらなくなっちゃうかな。寂しいじゃないですか。ねえ。ソラシドーバさんさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんクリスマスって言ってます。こんばんは。浦添のしんちゃんさんからツイキャス。さすがマスクマン、滑りまくってるって。え、今日滑ってるかな？ほら、滑っ、今日だけじゃないけどね。ああ、いつもね。今日も自覚がありませんでした。はい。はい。じゃあ続いてですね。はい。また。メールを読みます。はい。ダンサーズさん、ミツコニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、2019年。2019年、ついこの前、年が明けたなと思っていたら、あっという間に2019年が終わろうとしているというのが実感ですね。それだけ年を取った証拠なのかな。2019年は、ラジオを通してたくさんの方と知り合うことができました。2020年も、ダンサーズさん、ミソニコミスキーさん、マスクマンさん、皆様にとりまして、素晴らしい年となりますよう願っております。寒くなってきましたので、風邪などひかぬようお過ごしくださいね。ありがとうございます。ステッカープレゼント希望でございますね。ああ。そう。そうですね。もう SNS では、一部公開しているんですけども。はい。はい。ステッカーのプレゼント、今日あるんですね。今日、お送りいただいた方。はい。抽選で。抽選で ?1 名。1名様に。うん、ステッカー風シール。そうそうそう。ステッカー風シールをプレゼントしたいと思います。メールでですね、今からでも間に合います。はい。住所とお名前を。はい。ご記入の上、お送りください。はい、今日中で結構ですので。時間は今日中？今日中ですね。あれ？じゃあ、当選者はいつ発表するんですか？当選者は、発送を持って、返させていただきます。あら、そうなんですね。発表なしなんだ。発表ないの？なしなんだ。発表、
やー、密かな喜びになるじゃないですか。そうか。じゃあ、確実に、1名様にプレゼントということで、はい。あれ、当選者はね、後から放送、来年放送したりもしない。当選した方は、届いたって言っていただいて。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、今日、住所とお名前を、今日、ね、キウ名古屋のメールに送っていただいた方、ステッカー希望って書いてくださった方に、はい、1名様に、はい、プレゼントということで、はい。はい。今からでもね、大丈夫ですよ。はい、どしどしメール送ってください、はい、ね。はい。はい、ではメールをお願いいたします。はい。あ、いいですか、はい、今。はい、じゃあ行きます。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そして滑り王子マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。ボビタンソンからフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、今年のテーマ2019。我が国では西暦と元号でその年を言い表しますが、個人的に今年は一番西暦って数字がすんなりと頭に言葉にすぐ出てこない年でした。私、1978年あたりから2006年頃までの記憶って西暦で出てくるんですよ。その代わり、昭和何年とか平成何年だったかなんて超意識しないとわかんない。それなのに、今年の西暦2019という数字は私の頭に素直に出てこない。もやもやしています。ということで、もやもやした1年だったのでしょうか。とはいえ、キウ名古屋のお三方にとっては、今年は番組スタートの華々しい年でしたね。それにつられて、筆不精な私が、こんなに毎週投稿するなんて、夢にも思いませんでした。ねえ、毎週ありがとうございます。ありがとうございます。毎回短めな投稿を試みますが、今回も長くなりました。大丈夫ですよ。それで、文才のなさに気づいた年でもありました。来年もよろしくお願いいたします。良い年をお迎えくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。筆不精の内容ではないと思いますよ。ね、筆不精じゃないと思います。はい、ね、毎回これだけ書く、ね、内容がいろいろ出てくるし、話題も豊富だから、ね、はい、そうですね、と思います。はい、それでは、CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キウ名古屋。名古屋は栄養のコーナーでございます。はい、今日はダンサーズの番ということで、はい、ちょっとお話ししようと思っております。この旧名古屋でございますけども、10月1日からスタートし、今日で第13回目の放送となってます。で、実はまあこの放送ですね、9月に2回試験放送をしたんですけども、実を言いますと、この試験放送をするにあたり、まあ、いろんな方からですね、本当に大丈夫のか、大丈夫なのかというようなお話があって、まあ、大丈夫かっていうのは、技術的なことが主にだったんですけども、
そこがクリアできるかどうかっていうところがポイントになってまして、この2回でやったっていうところでございます。で、まあ実はですね、私たち、まあこの名古屋から今中継でっていう中継回線つないでやってるんですけども、この中継回線もですね、まあ以前私たち実は水曜夜9時から放送しているフリムーンラジオという番組で、名古屋のコーナーがあったんですけども、そちらの方で7分から10分間のコーナーということでお話ししていました。で、その中、そこでですね、まあ培った中継の、まあ、技術というほどでもないですけど、それをやったおかげでですね、こういった番組ができるようになったっていうところを、まあ、我々としても感謝してますし、この、まあ、フリムーンラジオに関しては3年10ヶ月やったんですけども、そのうちの最初の3ヶ月というのは、もうとんでもなくですね、中継もうまくいかずにですね、本当に放送として成り立つのかというぐらい心配だったんですね。それが、ようやく軌道に乗ったところでやれた番組だったんです。で、それをも、その、ノウハウというものを、実際この FM ギノアンの、山内局長の方とお話ししたところ、こういったお話の、まあこういうことをやるということで、快諾をしていただいたんですね。それで、まあこういった番組ができたということに、本当に皆様のおかげで、始められたということが、私の、今、この言える2019年、この番組が始まっての感謝なのかなと思っております。で、今、こういった形で始められて、で、皆様にお聞きいただき、たくさんのメールもいただいて、たくさんのツイキャスをいただいて、すごくそれは感謝してるなと思っております。まあ、私たちこのね、メールがあって、そしてスポンサーさんがあって、こういったことがやれてこそ、この旧名古屋っていうものがやれるんだなというふうに思っております。で、今年最後の放送ですけども、来年2020年は、まだちょっとね、技術的な問題はクリアできてないところはあるんですが、お出かけ放送をやりたいなと思っております。この、まあ、名古屋からやってますけども、名古屋のこの、拠点ではなく、別のところから中継という形で、やりたいなというふうに今計画をしております。ただですね、ここもまた技術的なものとか、まあ、金銭的な面とか、こういったところがあるので、ここをなんとかですね、クリアできる方法を考えたいなと、思っております。といったところですけども、何か皆さんは2019年のことで何かありますか？いや、とにかくやっぱりこの旧名古屋が名古屋から発信するっていうのにあたって、やっぱりいろいろな方に協力いただいて、それが実現しているってことが素晴らしいですよね。本当にありがたいなと思ってます。そうですね、こうリスナーさんのですね、お力添えがあってですね、こうやってね、番組できるようになってますのでね、本当にありがたく思います。いや、本当そう思います。ね、今、ね、沖縄の野中さんからいただいた、追加コメントですけども。いや、本当ね、このね、中継回線、これもですね、この、今だからできるんですよね。これがですね、10年前とかだったら、難しいと思うんですけども、そういったとこです。あ、浦添信者さん、マイクで顔が被って見える。ごめんなさい、これマイクね、大きいマイクなので、顔の半分じゃないか。4分の1は隠れてしまいます。といったところで、はい。締めていいですか？はい。はい。はい。はい、名古屋栄養のコーナーでした。はい、ということで、先ほど前半の時に言いましたですね、ステッカー風シールなんですけれども、はい、ね、ツイキャス見てる方は。見えるかしら。もっと上ですね。もっと上かな。はい、あ、それですね。はい、はい。
これがステッカー風シールです。はい、作りました。作りました。はい、なぜステッカー風シールと言いますのは、はい、薄っぺらいんですよ。そんなこと言わないで。薄っぺらい言うな。そんなこと言うな。薄っぺらいって言うな。だからね、ステッカーってもうちょっとほら、生地が厚いんじゃないですか。はい。紙質が。はい。ちょっと薄いわけよ。いや、全然大丈夫ですよ。だから、うん、どっちかというとシールでしょ。まあ、そうですね。ただね、大丈夫です。ちゃんと。水にも強く。はい。水にも強く。どっかの某番組の。某西間市の放送局で作っている、放送局の。番組のステッカーですね。番組のステッカーですね。番組ステッカーは水に弱い。って言いながら、なんか、プレゼント、ね、しておりますね。これはですね、一応水に強く。水には強いし。で、あと、沖縄の強い日差しにも耐えれる。お、そうなんですか。そうなんですよ。一応です ね, ですね、日差しにも耐えれるけれども、はい、シールなんですね。そうです。一応でこれ耐光性って言うんですけども、耐光性にも強いものなんですけど、実は滑り王子と同じようにペラペラと薄っぺらいってことですね。はい、あらそうで、これを今日はね、はい、クリスマスプレ、このね、クリスマスイブに聞いてくださってる方に、はい、ね、そうですね、そんな既得な方にプレゼントしよう。いない。いや、だってさ、ね、はい、この番組、はい。一名様にプレゼントします。本当にね、はい、ステッカーね、こう、見た感じがですね、ええ、エレガントでね、とってもファッショナブル。じゃあ、なんかね、エレガントでファッショナブルっていうね、マスクマンが言うとなんか、ね。なんかね、ルー大芝みたいですね。ああ、そうなの、なんか薄っぺらい。欲しい方はどんどんメールしてね。さんがね、車にも貼れるじゃんって書いてありますけど、実は、実際にね、私、実はね、スーツケースに貼って、今、スーツケースに貼ってます。3億ぐらいしてます、沖縄と名古屋。はい。特に問題ないので。はい、雨に濡れても全然大丈夫ですし。大丈夫です。はい。ということでですね、はい、本日、はい、23時59分まで、はい。はい、ステッカー希望の方、受け付けております。はい、メールの方、お送りください。メールアドレスはいつもの番組のアドレスで、はい、大丈夫ですか？はい。はい。に、ステッカー希望と書きまして、ラジオネームだけじゃ届かないので、住所氏名、住所と、本名を書いて応募してください。はい、1名様に発送、ちゃんとね、発送いたします。はい。ぜひご応募ください。はい。ということで、はい。エンディングです。はい。早いね、もうエンディング。本当ですね、早いですね。はい、エンディングです。じゃあ、エンディングの、テーマ。はい。2週間後になります。で、来週、あ、すいません。次回の放送は1月7日火曜日ということでね。はい。31日はお休みです。はい、申し訳ありません。はい。1月7日火曜日。はい。10時から。テーマ。テーマは、はい、お酒。はい、次回のテーマ、来年のテーマ、新春第1弾はお酒です、はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭那賀首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A とザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたしました。あ、来週じゃない、次回のテーマ、RBC の番組用で話してる方が出るんですって。